こんにちは、チョメです。今日はちょっと録画をミスってしまって後付け実況になります。本当は25分間撮影したんですけど、データが壊れて5分しか6分ぐらいしか残ってなかったです。なのでちょっとこれを後付け実況します。結構済んだと思います。はい、ではよースタート。これいきなり始まるんだけど、ここから録画が撮れてました。で、今何をしてるかというと、プラチナソードを手に入れたんだな、多分。うん、あの次の動画でヒヒラさんっていう人を、あの、なんて言うんだろう、助けたっていうか、そんな感じでね、仲間に入って村に来てますね。それを説明してると思います、今。で、あの、店がもう十分だ、よくやったって言って、なんかマックスのレベルになってますね。で、鉱山もね、鉱山と畑も、あの、レベルがマックスになりました。結構やり込んだんですよ。で、アイテムもこんな感じで、結構いろいろ手に入りましたね。ふぅ。で、畑の方も、あの、もう一番すごくいい薬草が手に入りましたね。あの、もうすごくになりました。で、村長が畑を狙ってるっていう感じで。で、新しい武器を見に行くのかな？まず止まるのか。3万になってますね、今、お金が。で、何かか、ここもほら、すごくいい薬草とか、すごくシリーズを売ってくれる感じになってますね。で、武器がすっごい高くなってます。15万と20万コールド。マックスにしたからね、店。お金が足りなくなっちゃったってこと。で、これも、防具も。あの、2万か。2万ゴールドとか。で、これ今ね、聖なる力が宿ってるかもしれないっていうやつでね、ちょっと多分ぐちぐち言ってるんだと思う。あの、どう違うんだとか。多分買うんだったかな。セーブして、買うんだよね、多分。あの、試しにね。どんな感じか。何買ったっけ？ガントレット買った気がする。ホーリーガントレットだったような気がする。うん。一個買って、装備して試すんだよ。結構上がるんですよ、これ。19。これね、どんどん揃えていきます。まだ未だに木だからね、いきなりね、レベルを上げるとね、武器の購入にね、ちょっとね、あの、困ったって感じです。で、このミュウさんね、鍛えました。1000ゴールド仲間入る。今、レベル12ですね。12まで育てました。レベル1から。いろいろ言ってたなぁ。うん。で、いろいろクリスタルロットも手に入れました。で、あの、本来ならね、仲間に誘って、宿屋に泊まった方がいいね。洞窟から行けるようになりましたね。この青い宝箱からいいアイテムが出るんですよね。で、もう今やってるのが、あの、もう、あの、畑とかね、レベルが上がらないから、モンスター倒しても意味ないって言って感じで、スルーして進んでる感じですね。ボスを目指すのかな、多分。次のフロアに。もうだいぶ探検したからね、ここも。だから多分次のね、あの、ステージに行くために、あの、多分ここ本来なら早送りしてると思う。無言プレイだったと思う、確か。ここ、お、ここ助けるのかな、また。今悩んでると思う。う、助けろ、助けろ。確か助けるよね。女の子モンスターに襲われている。あ、思い出した。え、ちょ、とか言ってるでしょ？この電話は家の電話で、あの、気にしないでください。で、こうやって、あの、この子も仲間に入るのかなと。あ、ヒヒーヒルを使ったら味方全体回復だったってことですね。で、今、普通に戦って、やってます。この子来るかと思ったんだけどさ、この子には嫌われちゃったんだよね。あの、大丈夫かって。あなた何してくれるわけ？だからこの子仲間にする方法あるのかな？うん。でも話しかけたらいきなり戦闘になっちゃったからね。わかんないな。今後仲間に入るのかな？一回目は戦闘で二回目また現れるって感じなのかな？で、これも、あの、もう倒せるようになったのかな？意外とまだ強いか。今、こんな感じで倒して、宝箱、ダイヤモンドソード手に入った。
これね、ここで入る武器上がるんですよね、8とか。で、これで、ミユさんにプラチナソードを装備させるのかな？うん、プラチナだよな。で、アイテムで、これね、アイテムで回復した方がいいなって思って。あの、全体回復があるからね、MP のやつ。で、こうやっていって、大丈夫、取れてるか？もう少しで終わるけど。で、これでゴーレムと戦闘になります。ここのボスですね。で、特技ファイヤーを覚えてたんですよ。だからね、試しに使ってみようかなと思ったけど、剣を装備させたから、ちょっとまずとりあえず1体目は、攻撃で倒そうと思って、余裕ができて2体目でファイヤーを試しました。すると、ファイヤーゼロ。言わんには効かなかったみたいです。だから相手が攻撃とかね、そういうのもあるのかな。それか、やっぱり、魔力が低いからさ、武器を装備してるから、そんな感じなのかなと思って。で、これで、済みましたってことで、ここで、セーブをして、それでは、次回は、次のダンジョンに進みます。最後まで見てくれてありがとうございましたで終わります。じゃあ今回ちょっと本当に短いけど、ちょっと録画ミスだったので終わります。最後まで見てくれてありがとうございました。チョメでした。ありがとうございます。失礼します。